どうなんだろう、なんかそんな予感してきた。そこまで再現してるんですか。あ、ぽいな。でも今回10分しかないぞ。ちょっと走ってみましょう。いきなりアタックラップで。私だけね、ドライブ。確かに飛ばすことはできたような気がするんだけどな。でまた何周かに入らないといけないのか。あー、ちょっとアクセル緩めすぎた。 OK、 8以内に入らないといけないんだよ。8未満は足切りされる多分。本戦に出場できないってことなのかな、それとも出場できるってことなのかな。FIAのルールよく覚えてないな。FIA 公認の F1 ゲームなんて、これは多分ルールは乗っ取ってると思いますね。2013年のシーズンの F1 に。もうね、最近実はね、F1離れてたからね。だからテレビでバーッとコーナーカット、ごめんなさい。あー、これで逆無効だね。F1観戦あんまりしてなかったんでね、テレビでやれなくなってからあんまりっていうか全くしてないですね。でニュース記事も読まなくなったし、そもそもF1観戦した頃もそんなルールとかちゃんと把握したわけじゃないんでね。よし、本気で走る。なんかダメだな。指が疲れてきてるからな。もう走りっぱだからね。1時間ぐらいずっと走ってる。今日ギリギリ8、これはまずこれじゃダメだ。やばいな、そろそろガス欠が心配だけど一応大丈夫そう。タイヤの温度は最適な状態だ。よし、ナイス。あー、クソ、タイムが。コースアウトした時よりタイムが悪いってどういうことやねん。よし、あー、
くえ、狙いすぎた。そこはアクセルを抜くだけでも、あいつき、あうち言葉にならない。嘘でしょ、そんなスリップ初めて。いや、辛いな。次は6位だ。そうだな。無口になるね。あ、やばい、減速しすぎたか。ひどいね。あのコーナー苦手だな。まずいな、タイヤがかなり摩耗してるみたいだ。あと2分しかないな。これがラストラップ。こんなタイヤの状態で走るってか。もうダメか、完全に。このラップはもうゴールできないな。ピットインするしかない。後ろからは来てないみたいな。ということで今回の予選は7位という結果になりましたね。このまま順位が変わらなければ。やばいね、意外とイージーで難しいじゃん。まあ、今回ベストがね、また31秒台なんですけど。シビアになってきた。で、次こそは本戦なんじゃない？そうですね、一回ここで切ろうかな。多分次こそは本戦だと思うので、7位。あー、2個が9位で足切りか。ルイス・ハミルトン1位。ハミルトン強いな。ウェバーどうだったっけな。字幕的にはウェバーだったような気がするけど、ウェバーだったかな。中継で見てた時はアロンソが3位と。あれ、あ、ニコが2人いるんだな。はいはいはい。カムイは
まあいいかという予選結果になりました。で多分これで予選が3日分多分終わったっていうことだと思うので、次回こそは本戦だと思います。あれって言って予選って3日もあったっけ。金土予選で 日曜日本戦とかじゃなかったっけ。 F1 ってあれどうだったっけ。まあ、その辺もね、調べておきます。ということで今回一回ここで切りたいと思います。もしね次も予選だったら多分編集つなげてると思うんですけど、次こそはこの動画がもう終わりのタイム近づいてたら多分次本戦だっていうことなんでね、次回お楽しみにということで今回締めたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。